スクリーです。スクリーです。エリー、お願いします。エリー、お願いします。はい、ちょっとじゃあ自己紹介お願いします。大丈夫です。大丈夫です。ギターの学です。ユウトです。ドラムのジンです。はい、今、クリスマスシーズンですか。街中はイルミネーションで彩られ、街はクリスマスで仕事になってるんですけど、はい、スクリーの皆さん、はい、クリスマスの思い出でも何でもいいんですけど、あ、ユウトユウトさん、クリスマス、なんか、クリスマスといえば何を予想しますか。サンタになりたいです。サンタになりたい。はい。プレゼント配りたいのかな。配りたいです。おー、じゃあ待ってます。お願いします。待ってます。はい。みんなも待っておいてください。ジンさん、はい、クリスマス、いやクリスマスサンタのコスプレをして、そうですね、街中を歩いたことに、あー、人は大丈夫、歩いたことあるの、歩いて、まあ、サインとかしました。あ、そうなの、はい、あれ、お前さ、うん、なんか家でコスプレしたら、確かてめえコスプレしたら家でしてた、ね、そういうみんなを楽しませるっていう、ね、意味でも頑張ってきましたじゃあ、カズキさん、はい、クリスマス、はいはい、クリスマスといえば、クリスマスといえば、うん、やっぱケーキとかじゃないでしょうか。ケーキ、はい、じゃあ今年も食べますか。今年は、今年も食べたいですね。何ケーキを、あの、まあ、普通の、普通の、じゃあ、ね、普通の食べましょうか。作るか、作るか、まあ、作ろう、作ります。それでヨウさん、はい、クリスマスプレゼント今までもらった大きな学ぶというか話したのは、ちっちゃいというか、はい、レゴが良かったよねっていう、レゴをもらいましたね。前が、あのやってたよねなんかね、また最近ちょっと興味を持ち出して、レゴがすごいやっていて、そうだよね、まだ起きたら置いてないかな、ねえだろ。レゴのさ、コーナーにさ、2人で3、40分いたよね買うわけでもないのにどうかなって思ってたね。レゴがマイブームなわけなんですけど、ね、じゃあお前が、僕レゴっすお前がレゴやってましたよ。ハイレーツなんじゃないかな。なんかね、例えば今シリーズがいろいろあるんですけど、そんなことはどうでもいいですよ。まあ、ね、今年ももう終わりということで、ね、なんか来年からも新たな気持ちで、はい、行きたいと思うので、はい、今後ともよろしくお願いします。はい。ということでね、はい、孫ね、来てきたんじゃないでしょうか。今年もクリスマス楽しめたらいいなと思ってますけども、はい、多分スタジオですね。はい、スタジオです。まあ、そこら辺、大阪、名古屋で、このメディアの、ね、コチコチがあるんで、そして来年ですか、1月9日、はい、ウエストワンマン、はい、あるんで、はい、来てください。よろしくお願いします。はい、以上、スクリーでした。